毎年こういうふうに発表される今年の人は、多くの場合、政治や経済分野で注目された人が選出されますが、レイラさんは芸術の分野で評価が評価され、選出された初の1時間後に保護を仕留められましたが、元の部屋にいた男性が、大阪の病院で死亡したのは、この部屋に住む80代の男性とみられ、警視庁などの国民の人たちが、カウントダウン目的の人が集まる懸念があるとして警備を強化すると発表しました。年末年始の雑踏事故を防ぐためで渋谷のカウントダウンイベントは今年もやってきた歌の祭典。Okay.